教育長は教育委員会の構成員であり、教育委員会の最高責任者である。2015年施行の地方教育行政組織運営法の改正までは教育委員の一人とされていた。教育長は地方教育行政組織運営法第13条で、教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表すると規定されており、 その待遇は条例により定められる。2015年の改正地方、教育行政組織運営法施行まで2015年3月まで、教育庁は、地方教育行政組織運営法第12条により、教育委員長以外の教育委員会委員から、教育委員会で選出されることとなっており、教育委員会の会議の主催者であり、教育委員会の代表者である。 教育委員会委員長と教育長とは別の役職であった。これは歴史的に制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残であった。1956年の地方教育行政法施行まで1956年の地方教育行政法施行から1999年の地方文献一括法施行まで1956年の 地方教育養成法によって、都道府県においては、教育委員会議において教育長を任命し、文部大臣が承認することとなった。この背景には、思想的な対立で教育委員会が混乱した対策という意味合いがあった。市区町村においては、教育委員会議において、教育委員のうちから教育長を任命し、都道府県の教育委員会が承認することとしていた。 1999年の地方文献一括法、施行から2015年の改正地方、教育行政組織運営法施行まで1999年の地方文献一括法により、都道府県、市区町村ともに、教育庁は、当該自治体の市長によって任命された、教育委員のうちから、教育委員会によって選任されることとなった。任期は、 教育委員としての任期をもって教育長の任期となっていた。ただ、教育長候補者としての教育委員はあらかじめ主張により特定されているため、主張が選任権について影響力を有していた。一括法により、国または都道府県の承認を経る手続きが必要なくなった。ただし、主張に選任権があるという実態には変わりはなかった。 2015年の改正地方教育行政組織運営法施行後の新教育庁2015年4月1日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正が施行された。これにより教育庁を教育委員長と一本化した上で教育委員会を統括させることとして教育庁の任命を地方自治体の議会の同意を経た上で主張が 直接行うこととなった。また、任期が3年に変更された。各都道府県教育委員会の教育長は、その都道府県が定めるところにより表彰を行う。ありがとうございます。